ハロー YouTube! えー、皆さんもね、予想通りだと思うんですけど、今日の動画はね、埼玉西武ライオンズ、3年ぶり、再会の話です。まあもう時間の問題だったんですけど、やっぱりね、ほんと今年は、最悪でした。3年前の再開とはね、次元が、違いすぎる。3年前はね、 ほら、やっぱり、ハムと最後まで、どっちか、わかんなかったし、もう、今日に、今日の修正に関しては、もうかなり前からね、みんな覚悟してた。もう5位のオリックスとね、圧倒的に差が開いてたし、まあソフトバンクとはね、話にならないぐらい。もう西ブファンファンでね、上位とのゲーム差、確認した人、ほとんどいないんじゃないまあそのぐらいね、圧倒的な、 力の差を見せつけられた感じです。ただやっぱりね、打線が広いし、あの外国人がさ、みんな、言っちゃ悪いけど、外れだったでしょコルデロー、アギラー、あと支配下のされたガルシアガルシアは、守る方でもね、落球してたし。まあちょっとね、考え直さなきゃいけない。前回の動画でさ、中日で干されてる、 ビシエドドレって言ったのも、やっぱり、実績ある外人にあ、まあ、もう日本人登録だけど、ビシエドは、そういう方に頼った方が、まだ無難だからさ、うん。やっぱある程度のね、やっぱり、日本の野球を分かってるスケットじゃないと、まあ苦しいわけよ、うん。今、ピッチャーのレベルが上がってるから、野手のスケットでね、 大活躍できる人って限られてるから、まあ、ヤクートのね、オスナやサンタナを、セーブがね、取れるなんて思ってないから、やっぱりビシエドとかね、やっぱ他球団でちょっと、干され気味の、気味の人まあ、ロ、ロッテとかね、外うまく取れたじゃん。ネフタリ教とかさ、もう、す,すごい応援歌も作ってもらったし、まあ、なかなかね、あのー、難しいとは思うけど、 そういうとこ取ってさ、あとピッチャーだよね。うん。まあ、菅井とかさ、あのー、面白いピッチャーいるけど、は、羽田信しんのすけとかね。ちょっと彼らは、がまだ勢力になれるかは、未知数なんで、うん。まあ、そういうのガンガン使ってほしいんだけど、鍋球あんま使わなかったしね。まだ、松原とかさ、まあ、野村大中まあ、野村大中はちょっとまだ若いけどさ、2000年生まれだからさ、 うん、まだ伸びしろあるかもわかんないけど、松原はちょっと、あれで結果2、2割打、割売ってないでしょうん、さすがに厳しい。うん。まあ、なりぐみ構わ、構わずね、補強したい気持ちはわかるけどあ、あれじゃ話にならない。うん。まあ、とにかくね、いろんなのを見極めて、ただ、トレードはね、ひるまずやった方がいいと思う。うん。まあ、ある意味、その、まあ、高松とかさ、 まあちょっとダイソーとしてはちょっと使えるけどさ、もっと打てる人はやっぱ欲しいわけよ。うん。高松はちょっと足はすすごいけど、宝の持ち腐れだったしさ、まあちょっと出血覚悟にはなるけど、アンダースローの、ヨザカイトとか、松本渡るあたりをトレードの,のコマにしてるでも、やっぱりバッター取った方がいいし、まあ、ピッチャーはね、 まあ、先発今井達也、平良海馬。まあ、このあたりを軸にしてね。あと、隅田と、竹内か。竹内は来年、二2年目だからね。うん。まあ、研究もされると思うけど、あの、プロでのね、調整とかいろいろ分かってくるから、もっと期待で,できると思うし、うん。とにかく、これじゃセーブだ、ダメだから、マジで。もう出血覚悟の、血のいい、 ねトレード、戦力外、い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 ねメンバーガラッと変えてね、来年挑戦してください。うん。マジで頼む。今日は、ホークスの25番の話題はなしです。珍しいでしょ。アリベデルチ。